ああ。はい。じゃあ、X ランバとそろそろやりましょう。エントリーまだの人は、願いします。
はい、じゃあね、今日は今のところ12人ですね。なんかやり、こんなのやりたいとかありますか？ないですね。ねえ、じゃあ3-4で4チームでいいかな今日は。3-4、じゃあちょっとチーム分けね しましょう。
はい、X 勢やるよ。13人。12。3オン。いいんじゃないですか。じゃあ、スリーオンみたいでーす。スリーオン。じゃあ、機械で決めましょうか。いつも通り。ランダム。いや、僕は、チーム決め、ランダムでいいよっていう人、まあ、もしくは、なんか、僕はこの人と組みたいとかは、多分結構チームに偏り出ちゃうんで、まあ、リーダー決めて分けるもよし、ランダムでもよしっていう感じなんですけど、めんどくさいんでランダムでいいっすか。早っ、もうやってくれてる。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 でいいかな。はい、もう機械で今決めちゃってまーす。オッケー、読み上げますよ。はい、1チーム目、友座、長州、中島、杖。2チーム目、瀬尾、ジャロップ、バイパー。3チーム目、ヒデ、おちゃる丸、ロード。4チーム目、デレロー、猪俣、ゆうべが、となりました。チームに偏りちょっと出ちゃいましたけど、まあ、いいんじゃないっすかね、これで。大丈夫です。いいんじゃないですか。友座、長州、強えな、このチーム。やりたくねえ。っていうか、どのチームもやりたくねえ。中島。2チーム目が、瀬尾、ジャロップ、バイパー。ここ強い。っていうかね、どのチームもまんべんなく強い。3チーム目がヒデ、おちゃる丸、ロード。で、10チーム目がデレロを、猪俣、ゆうべが。左2つが強いね。でね、右下もやばいくらい強い。でね、右上がね、やばい。頑張るしかない、僕が。あ、こんばんは。はい、X 勢、聞いてます？やるよ。はい、こんばんは。今対戦中は、黄色が安定の長州さん。で、紫がゆうべがさんです。まあ、多分、あれですね。肉レメキャラ、肉レメの、はい？お、あ。で、ですね、今日は、3-4 のチーム戦となります。左上のブロックから読み上げます。左上のブロックが、ブロックっていうか、チームが、友田、長州、中島。で、左下、対戦するのが、瀬尾、ジャロップ、バイパー。まあ、初っ端から熱い試合ですね。そして、右上、ヒデ、おちゃる丸、ロード。で、右下、対するのは、デレロー、猪俣、ゆうべが、となりました。みんなやるよー、やるよー。無視しないで、心折れるから。うまいな、ゆうべさん。諦めた。レバーから手離した。はい、やりまーす。安西先生も言ってるじゃないですか。はい、じゃあ、友田、長州、中島対瀬尾、ジャロップ、バイパーでいきましょう。キャラは、一応、まあ、ニュートンルール、自由。
合気使う場合は5000円と、まあ、いつも通りのルールでいきましょうかね。というわけで 1P、2P、じゃんけん代表者、誰かじゃんけんしてちょっとやってもらっていいですかね。そうっすね、サンチェスもありっすね。はい、やるよー。いや、います、います。いる、いる、いる。うん。さあ、じゃあ、ワンピースピーじゃんけんしてもらっていいですかね。瀬尾さん、試合だよー。瀬尾さん。じゃあ、じゃんけん誰か代表者、誰かやって、ワンピースピー決めてください。先方は申告でお願いします。あと、キャラもね。さあ、どっち？ゴーティー1000円くらいなら使う人いそうだけど。まあ、確かに。はい、バイパー、セオ、ジャロップチームが 1P、手前側の筐体。そして、友座、長州、中島が奥の 2P 筐体となりました。はい。で、キャラ、先方とキャラ申告してください。キャラは自由です。で、毎回仕様変更可能となります。まあ、ニュートンおなじみ、超ゆるゆるルール。というわけで決まったら僕に申告してくださいね。いやー、皆さん今日寒いっすね。マジで寒いです。場所によっては関東も雪が降ったらしいですが、僕は雪は見ませんでした。さあ、皆さん、のじやいっぱいやりたいと思うので、先方申告お早めにお願いします。はい、2P、先方申告。あ、そっから先に、あ、誰？中島さん？はい、決まりー。座ってくださーい。1P 側、ジャロップエッサが、2P 側、長州剣。というわけで、剣エッサが、あ、剣とは、いや、でもいい、剣って言った、剣って言った。聞いた、聞いた。あー、クレジット上。多分ね、紫のやつ。いっぱい連打。はい、ありがとうございます。お願いしまーす。さあ、やっていきましょう。本日のイベント開始となります。うまい。あと1週間で帰っちゃう。マジか。ジャロップさんがあと1週間で帰国。マジか。オーストラリアから来ているジャロップさんがなんと来週帰国してしまうと。ああ、はいはいはい。さあ、この試合勝ちたい。痛い。大入って大足波動、これは安定取りましたね。体力リードを生かした立ち回り。そして弱小竜はバッチリ出ると。さあ、波動拳の出際かな。多分食らってしまう。アッパーか相打ちだが、ダメージはよろしくない。さあ、剣側が空達でうまく避けて、ゲージも回収しつつ、そして急に大足、歩き大足、これが、あ、今のはしゃがみ小足に切り替えたことによって、あれですね、どっちか選択するような感じにしましたね。さあ、大中足、あー、これは減る。さすがエッサが。さあ、ゲージ貯めてもやはり立ち回りはエッサが有利なので、それを存分にジャロップ活かせるか、そこが、ジャンプ台でお互い入って、さあ、歩き台足がうまいが、さあ、端に詰められるが、どこで切り返す。飛んでいくところは弱小竜でしっかりお釣り。そしてタイガーまだ分からない。出際に当たってしまうが、これは当たらない。さあ、いい勝負。大手が入る。
先方ジャロップ勝利。さあ迎えすは友田さんが何を使うかですかね。まあ、友田さんね、いっぱいキャラ使えるんで、さあやはり大会も近いのかベガを選択。さあ弱サイコ削りからいったが中足グランド。さあ相打ち、これはうまいが、さあジャロップ手堅い。しかし小足でしゃがみ小足出したところにサイコ食らってしまう。さああの先端当てっぽいのはねうまいんですよね。友田さん間合いをしっかりして、さあジャンプ台形だったら落ちたかもしれない。うまい空対空。さあこれで削られる3ドット。あそうですね、今やってますね大阪の方では。さあじゃ立ち壊しから、さあしっかり最大、あ裏にいる相打ち踏んでいく。さあノリノリの友田ベガ、これはどう、おうまい、あっとっと、これはやってしまった。何が正解かな、あれは難しい。さあここでバイパー瀬尾で瀬尾が行く。さあすっかり瀬尾さんも白いチュンリーから黄色いチュンリーに。さあベガチュンリー見せていただきたいですね、僕下手くそなので。さあ金中パンの当て方がうめえ、なんだこれ。さあこれは入らないやつ、気づけば体力差がひどいことになっている。これがベガチュンリーなのか。裏に飛行剣、これはしょうがない。マジやば、チュンのおやつ、いやー俺おやつと思えないんですけどこのカード。うまい、最高の。そして今のあれですね、飛び込みから発見弱気攻撃にしたことで有利フレームを取った立ち回りでしたね。さあ体力差がひどい、どうする友達が。しっかりと空中で落とす、しかしあーテンション暴れが強い。裏に回っている、うまい。そして中段。さあ中島さんがまあガイルで間違いないでしょう。さあ中島ガイル、セオチュンリー、バイパーホークとかなり辛いカードではあるが、どこまでやれるか。さあ瀬尾さんのゲージ回収が早い、もうあと飛行艇2回で溜まってしまう。さあゲージ溜まって2割体力リードされた状態、ガイルとしては非常に分が悪い。そしてステルスに当たってしまう。さあちょっとずつ画面は押しているが、瀬尾さんは間合いを詰められてもこっちはゲージも持ってるから関係ないよと。さあ裏手入るがあまり大きなダメージ操作にはならないと。さあ中継で暴れて体力が逆転。さあこうなるとガイルが有利、裏に回ってしっかりと対空アッパー、裏剣が入らない前なので何もしない。そしてテンションで暴れて小パンから投げて中継暴れる、そして裏回り、中島ガイル裏回りはしっかりしております。さあやはり中島ガエル手堅い。さあこれはいいところで飛んだ、今度は投げに行かない、アッパーでこれは全体ヒット、あこれは寝た。さあしかしこれは分かんなくなった、あと3回で溜まってしまう、あと1回溜まった。これはちょっとガエルガン振りですね。この歩きが怖い、よく前さば出したが、この二度としかない体力で、さあこれはだー大テンション重ならないのをしっかり確認して打ってますね。お見事、
まあ、大転生を、ね、リバーサで打つことによってめくられたとしても2ヒットで食うぐらいになるというところもありますので、その辺をうまく使ったところか、中継が長い、そして強い。さあいいところで飛んで、気づけばまた2割くらい強チュンリがリード。あーサマーが落とされるやつ、判定負け、踏まない。あーっとこれ相打ち。さあガイルのターンにならないかな、ちょっと厳しい、空対空早出し、そしてゲージがもう溜まってしまいそうだ。さあ1ラウンド目とちょっと近いが、あーうまい、これはしょうがない。というわけで勝ったのはセオジャロップバイパーチーム。では2試合目いきましょう。ヒデおちゃる丸ロード対デレロイノマタユーベガですね。マイクお願いします。関西では、関西ではややが十先をやっていたが、こっちを見ている人がいる。さあ、X 勢ではないんじゃないですかね、これを見てるってことは。X 勢なら大阪の配信を見てたはずなんでね。まあ、もう終わったんですかね。そうなんだ。はい。はい、行ってらっしゃい。さあ先方決まったんでリセットして始めてください。竜どうキャラ、さあ10先に負けたデレロ竜対ロード竜、ロード S サガーではないもの。さあ10先を通して上達をしたのかデレロー竜、負けはしましたが、さあ真空あるから、まあまあそうですよね。さあ先制したのはデレロー竜か。ほんでさあ昇竜拳しっかり、まあいいですね、あれ大パンじゃないとダメです。大昇竜が置いてある。さあデレローは真空を持っているので、もっと打つまでもなかった。さあ誰が出るか、ヒデおちゃる丸か。さあおちゃる丸バルログ、おちゃる丸すっかりバルログ使いになってしまいました。まあ安い、安さに定評があるおちゃる丸。まあ、このキャラコンボとかあんまいらないんでね、まあ、できるに越したことはないんですが、一番必要なコンボはジャンプ中パンチ、しゃがみ中パンチです。その2ヒット、中パンが横に長いんでね。それ以外のコンボあんま出番がないです。まあ基本的にバルセロナだけやってれば、バルセロナとかスライディングとかやってればダメージリードできるんで、コンボを狙うようなことがあんまないですよね、このキャラは。あとは
重ね中足から中詰めとかね、一応重ねなくても繋がるんですが、さあレレロはいいとこなし。お、いい大ゴス昇竜から竜巻からの竜巻から投げて、さあ昇竜点が出ない。まあさあ2人目はさあ珍しく猪俣兄が出ます。兄です。はい、弟はよく来るんですけどね、兄が来るのはかなり珍しい。しかもホークですよ、ホーク。さあこの伝説の猪俣ホークがお茶る丸をどう料理するのか。さあちなみにラーメンもかなり全員に近い男。おお、死んだかな。おっとリバーサーがしっかり出る。お茶る丸そうあるよ、お茶る丸これ。あーなかったかな。おっとダブルじゃなかった。しかし死ぬかな。まあ死ぬわな。さあおお、そっちなんだ。おっと、お茶る丸いいくらいなで、ね、しかしおお怪しいが、もうやけくそだが、これはなかなか、あ、死んだやけくそでなかなか ありそうだったんですけどね。ああ、大将はヒデチュンリーです。まあヒデが猪俣ゆうべが2人を抜けるかっていうと、まあ微妙なところでしょう。さあ猪俣ホークのチュンリー戦。さあおっと、ヒデのライティックは有効。さあジャンプ中キックからの中足機構でしっかり大キック置いてある。さあ戦列のあるし、おっとヒデが盤石。さあフォークの垂直には中足が隠るのかな。大キック対空は有効ですね。さあコンドル渡って、さあこれは死んだか。おっと戦列暴れ。おーっとヒゲがいいジャンプ逃げる。大キック有効。さあ大将ゆうべが引っ張り出す。ノジアイではこの組み合わせ 9-1 ぐらいで夢が分かってますが、大会一発勝負だと何があるか分からない。さあピオリーチ、さあこの体力をヒデが取り返すことが可能なのか。投げて、さあ投げられぬ。さあこれ投げて死ぬ体力まで持っていったぞ。どうだ、あるよ、慣れたら死ぬよ。撫でられても死ぬ。まあね、ああいうのね、逆にユーベガが受ける立場だったら撫で返します。その辺がまあスト通力の違いってやつですね。さああっという間に体力追いつかれている。そして削られてダブル2が痛い、削りも痛い、何でも痛い。さあ死に方で死ぬ。まあいつもの死に方でした。3鉄すんの、はい、3鉄3人のお尻3鉄
やります。はい、友田長州中島対秀お茶で丸ロードやります。はい、さあ、じゃあ先方決まったんで先方スタート押してください。さあ 1P が、友田長州中島チームの、中島がいるですね。 2P がヒデオチャルマルロードチームの、ロード竜、まあ、竜ガイルですかね。先鋒戦体力は大体さあと言ってる間に中島ガイルはリード。あ、でも真空があるので全然逆転不可能ではないです。真空が当たっちゃう、当たる。波動の数を数えていたが、圧倒的体力リード中島がいる。さあもうこれは厳しいか、ゲージもないんで。そうですね、こうなっちゃう。さあまず距離を取ったロード竜、もうそれさあ入れ替えて、これはチャンスですね。アッパー早い、お大足鋭いぞ、相打ち。さあこれはほぼ体力差はない。真空は飛んで裏剣、あ、ゲージのない竜ではちょっとプレッシャーが足りない。あーっと、さあ勝ったのは中島がいる。さあ次は、さあバルログということはこれはおちゃる丸くんですね。さあバルログでガイルは結構ねひょうひょうしない方がいいのかね。の空投げ投げて、あ、投げさあすら爪のこのハメ連携。さあすら爪コロコロして爪、さあまあさあソニックが重なっていた。あれはもうテラーしても多分ダメだったかな。さあすら爪相打ち取って、さあリバーササマー投げて、さあ爪がないぞ、爪拾えない拾った。中島がうまく逃げていく、投げてくぐって投げる。さあ中島がいる2人抜き、あ大将は
ヒデチュンリー、ヒデチュンリー、さあヒデチュンリー逆三立てあるか。あ、打ち取って、まだたまたま、あ、飛びが入っちゃって、チュワシチュワシ、画面足たまたま、戦列は相打ち、さあガイルはね、体力差ひっくり返すのはかなり大変ですからね。あ、裏剣、うわ、溜めてましたね。歩いてくる、くぐってアッパー、うまい、飛び入る。さあこれで中島ガイルが三立てリーチ、投げて原体育、スピバはこれ暴発か、ヤクレツ強すぎる、くぐってアッパー、あ、うまいですねこれ。さあヒデピンチ、ヒデピンチ、戦列で抜けたが踏んで中足とソニック、相打ち。さあじゃあ3位は、友座長州中島チームです。じゃあ決勝やりましょう。決勝やります、はい。そう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 、あのニュートンいつもマイルドな感じなんで、ゆるい感じです、はいはい。じゃあ、セオジャロップバイパー対デレロイのまたゆうべがじゃんけんしてください。さあチュンリスカイはジャンケンが強い説が誕生しました。僕もジャンケン2連勝、瀬尾さんもジャンケン2連勝、キャラ差です。意味が分かりませんが、キャラ差、キャラ差をリアル立ち回りでも生かしていく。さあ、はい、さあやはりジャンケンに勝つ人はやはり格ゲーも強いという風なね、名言もありますので、相手が格上だろうとジャンケンに勝ってしまえばいい、この理論はあります。キャラッサ、はい、オッケー、どうぞー、クレジットはあるね、はい。 1P がバイパー、 2P がデレロです。さあデレローさん、ホーク戦の実績はちょっとあんまりないかもしれない、はい、対するバイパーさんは流星しこたまやっている。そしてこの早いステージどこまでやれるか。さあ空対空から、さあこのバランスが大事ですね。空対空を先に見せたことによってどういう卓が、あ、いいですね。さあコパコパで遠かったので弱小ルで暴れるが、その後は小足からダブルを決めていく、これが俺たちのバイパー、隙あらば2回転回していきます。さあうまい、
引きつけ根元から大勝利、これ減ります。さあしゃがみ大使遠い前なのでちゃんと待ちましたね、えらい前を見てから技を選択する、これはすごい大事です。さあゲージ回収は、あっとこれはだー、弱者サーバル、これはいいですね。さあ高め当てには何もしない。さあ台形飛んでいく、そして早出しが多いですね。さあこれは厳しい、回されてしまう。今一瞬ね裏回りしてコパコパまでに隙がちょっとあったので、あらーすごい男、またさあ出てきたのは猪俣バイソン、猪俣さん何でも使えます。さあホーク同キャラやりたくないとのことでバイソンにしたのか、飛んだところはしっかりアッパーで対空、いや早え、上場確認早すぎ、あっと紛れなかった、運がいい、釣った、これは無理に削りにはいかない。ああ、いや今うまいですね、前歩いて潜り込んでからのしゃがみ大パン、これはね強いムーブですね。おっと、さあバイソン何しても強いというの、さあしかしちょっと近かったな、で返しヘッド、猪俣バイソン硬えなこれ。さあさあさあまだ分かんないぞ、ああーしゃがみ大パンしっかりしている。さあジャロップせよ、ジャロップが出ていく。さあ猪俣さんニッコニコ、めっちゃニコニコしております。まあ今日初、まあね、あ今日 2勝目か、8勝利じゃなかった。さあエッサガバイソンですが、まあやはり X バイソンと違ってかなり S、バイソンがちょっと苦しいですが、おっと遠くから多分薄読みでしょうね、グランドだー、はいはい、ゴリゴリ。いやでもねこれちゃんとやればマジでエッサガですよ多分。あー今の埋め込みからの3段いけそうだったか、ザー飛んでくるこの男、そしてクレイジーが出なかった、そしてジャロップなんとかなるが、あー危ね。さあこれは歩いた確認で打てるか、打った、よし、あーでかいですね。さあエッサガ側はちゃんとバイソンが下ため横ため消えてる状態で打つの大事です。ちょっとでも歩いた瞬間にどっちも消えます。さあこのモードが強い。さ あ今2確定ですね、今のはやばいですね。さあ踏ませる、さあジャロップこのまま行きたい、このモードが継続しなかったか、アッパカが出ないが、あー今出なかった。さあ美味しい、ジャロップとしては美味しい相打ち。さあちゃんと待ちましたね。さあ埋め込む勝負、あ出ない、あーこれは大よ、減った、代々減りすぎだわ。さあ大将セオチュンリー、さあ全立てあるよと、さあフラグですおそらくさあセオチュンリーおそらくバイソン戦しこたまやってます。これやはり私もよくやってますが、まあチュンリーで間違いないと思います。 6.5 以上はあるかな、ヘル、はいはいはい、あー最大セオ式最大、今のちょっと下がってあれですね、ビンタ対空失敗しゃがみ中継って言ったのは大正解ですね。下ためも溜まってないのでバイソン側は何もできない。さあピオリーチいいですね、前段中継発見、弱気光線で有利フレームをしっかり取っていく。さあそしてカラちゃんテンションもバッチリ、そして中台は入らないが状況はよし、
あー体育でテンションは拾わず。あー怖えー、マジで5パンで止まるんだ。あー見ている、この男硬い。そしてゲージ回収して、うわー、そして投げる、しゃがみ中継、しゃがみ中継、ちょっと下がって前に歩いて投げ、これは食らいますね。さあ私が見たかった対戦、対象同士ぜひ見せてほしいチュンディの可能性。いやわかんないです、僕は風の噂ではそうらしいです。さあ来ました、瀬尾対ゆうべが、あーこれ強い、いや今のは裏回りできずだったか、早いステージだと機動力が高い方がかなり有利、バックジャンプ大パンで対応、相打ち、何で相打ちしたんだ今、100列かな、うわー弦の戻りに、そしてリバー、おっとこれは、うわーなるほど、背中蹴り行かずにしゃがみ中継投げ、あ飛行っぽいのが見えた、ありがとうございます、見てませんでした、うわうまい、あれめくりになるんですよ、ちょっと前に歩いてガード、うまいな背中、あーやばいやばいやばい、あーうますぎるんだが、あーやばいわ。さあ瀬尾さんが激強、この男フォックスの優勝候補の一人でございます。というわけで本日の大会はジャロップ瀬尾バイパーの優勝となります。写真撮影ありますのでご協力よろしくお願いします。お疲れ様でした。の試合やろう。じゃあちょっとお写真を撮っていいですかね。
Oh!
you
イノマタホーク、あれ、イノマタホーク対お坊さんチュンリーやってますんで、珍しい、あのあんまりイノマタくんを配信動画で見ることはないんでね、貴重なイノマタ動画になるよ。
Round one, fight!
Thank you.
い。
Tiger, uppercut! Tiger! 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 Tiger!
Yeah.
ー